どうも、こんにちは。前回に引き続きステージ14を攻略していきたいと思います。それではまずはあらすじをどうぞ。ビッグキャノンによる攻撃で主力艦隊に大きな被害を受けたザンスカール帝国は再度の地球侵攻作戦を延期せざるを得なくなった。その頃、地球からの撤退に続き月への攻撃にも失敗したリターンズは戦略的にも政治的にも窮地に追い込まれていた。勢力の維持を図ろうとするティタンズ陣営は敵対関係にあったジオン座同盟との同盟を画策する。先の大戦で敗北したジオン公国軍の生き残りが多数逃亡していたアクシズ。アステロイドベルトにあるこの資源用小惑星で彼らジオン座同盟は連邦軍の監視を逃れ、徐々にその力を蓄えていたんだ。そして地球圏の混乱を知ったアクシズの実質的指導者ハマーン・カーンはこれを好機と見て、ついにアクシズを地球圏へ移動させる。ドズルザビの忘れがたみであるミネバを総帥に立て、アクシズこそジオンの正当な後継であるということを地球圏に示そうというのである。ジオンの黒い影が再び地球に忍び寄ろうとしている。
これよりドゴスギアを機関とするティターンズ艦隊へ攻撃を仕掛ける。ティターンズと握手の接触を防ぐにはここで奴らの動きを止めるしかない。また戦闘中にアクシス側に何らかの動きがあることも考えられる。常に周囲の警戒を怠るな。ここからは編成やっていきます。まず前回4軍だったガロードと訳ありヒロインのティファが自軍に編入されました。ガロードはオールドタイプですが行動力が高く舞台スピードを上げるのに役立ちます。ティファはニュータイプで魅力が高いので通常であれば戦艦のゲスト枠に入ることが多いです。しかし前回の企画でもやっていますがちゃんと育てると化ける逸材です。今回も余裕があれば使っていきたいなと思います。ということで編成の確認。クワトロ隊はリグシャッコーとバイアランを入れて舞台スピードを上げています。マニング隊はアデルは射撃武装が優秀なゾロアット、モンシアは格闘特化のアビゴルに乗せました。適性に合わせた編成って感じです。サラミス界のアムロ隊はリグシャッコーとバイアラン編成でスピードを上げて、まともに戦えないティファは武装豊富なゾロアットに乗せて支援重視でいきます。編成はこんな感じです。それではスタートしていきましょう。今回のステージではアクシズと交渉前のチターンズと戦っていきます。今回は白っ子隊の面々が多少いて、機体もキャラも強力なメンバー揃いとなっていますので注意していきます。一般兵の方はバーザム以外はいつも通りなので育てたいキャラのレベルアップの糧になってもらいましょう。割とこちら寄りにあったエンブレムを回収しました。しかしエンブレムを取ると結構前に出ることになるのでやられないよう注意ですね。腕が違うんだよ。チャキが来たか。いい勘をしてるやつだ。面白いな。クワトロ隊はまずサラミス海を撃破して逃がさないようにしつつバーザムを捕獲していきます。バーザムはとてもバランスの取れた機体で開発すればマーク2にすることもできます。今回の企画ではバーザムとして育てていくことになりますね。次のアムロ隊は早速ヤザン隊の強襲を受けましたが反撃していきます。まずは何と言ってもヤザンのハンブラビを撃破していきましょう。モビルアーマー形態で突撃してきましたので現在格闘チャンスとなっています。焦るな。まずは俺が行く。この俺を圧倒する力だと。焦るな。まずは俺が行く。マシンの弱点を知っているのか。牽制を任せてください。落とさせはしないわ。やったな。
マニング隊はクワトロ隊と一緒にバーザム捕獲作戦を行っていきます。そして2機ほど捕獲できたのでもうそろそろいいでしょう。残った敵を撃破しアムロ隊の方の援助に回ることにします。クワトロ隊も同様に中央の援助に回ります。アムロ隊は引き続きヤザン隊の残りと戦っていきます。まずは HP の減ったラムサスから撃破します。見ちゃいられねえな、付け出しするぞ。しまった、ヤザン隊長は。続いてダンケルのハンブラビですね。リグシャッコーのビームストリングスで動きを封じて安全に撃破します。焦るな、まずは俺が行く。アムロにはそのまま誰かが乗っているメッサーラに攻撃していきます。やらせるか、行け。この程度とはな。メッサーラのパイロットはレコアさんでした。原作ではエウゴから裏切りシロッコの元に行きますが、このゲームだとそもそもエウゴ陣営にいないのでいきなりシロッコの手下になっていますね。まあなくはないですが、もうちょっと自然に出てきてもいいと思うのですが、少し会話シーンを入れてあげるとか。戦いは数よりも質が重要です。戦いは数よりも質が重要です。私は死ぬのが怖くない。だから死にたかった。少しまずいですね。これは戦争でしょ。残念だったな。こいつでチェックメイトだ。
手下どもは全て撃破したので残すはシロッコだけになりました。ロゴスギアの狙い目も近接ですが、近接機銃連打も結構食らうと痛いです。グーの根も出ねえほどにひねりつぶしてやる。やらせてはならん。応戦せよ。ちった、やるじゃねえかよ。当てられん距離ではない。よく狙っていけ。戦艦をやらせるな。異常ありません。確保座、確保に反撃開始。対空砲、敵を近づけるな。歯を食いしばれ。そんな大人修正してやる。敵を落とすのだ。この試合を楽しんでるのかよ。動いていないということか。ピシロックを退け、最後の敵を撃破してステージクリアとなります。ちなみにこっからも結構長いです。
ここからはリザルト画面になります。クリアスピードは少し早かったみたいです。ボーナスが出ました。今回は新規登場のバーザムを捕獲できました。すべて確保します。今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。